こんにちは。今日はね、こちらのアンドリュー P ですね。こちらのですね、仕上げ、今こちらナチュラルなこう仕上げになってるんですけど、こちらをですね、お客様が雰囲気を変えたいということで、ポリッシュ、鏡面仕上げにしてくださいということでお預かりしました。今日はそのね、鏡面仕上げどんな風な感じでやるかっていうのをね、ちょっとご紹介したいと思います。まずこのレンズをね、外します。レンズを外すとこうなってます。こういう風な感じで溝が掘ってあるんですね。で、この IC ベルリンはこう 0.5 ミリ厚のシートメタルで作られていて、そのシートメタルにこれがレンズがこう溝でね、こう止まる溝掘りって言いますけど、そういった仕組みです。この磨くとね、またあのなんていうのかな、メガネの存在感が増すっていうか、あのすごく毛と晴れがあれば晴れのメガネになると思います。その磨きをね、する前にレンズが傷つかないように、こう養生っていうかテープを貼って保護します。僕はいつもね、このメンディングテープ使ってます。こんな風にこう貼ってきます。これを表の部分ね、こう貼りました。裏もね、貼ります。で、表と裏貼れました。これ今、左レンズだったので、右レンズもね、同様にしたいと思います。と、両方ともテープが貼れました。で、こうですね、磨くためにはバフをかけるんですけど、その前にヤスリですね、細かいヤスリ、これ1000番のヤスリなんですけど、これでちょっと、磨いてあげます。で、これね、バフこれからかけるんですけど、あんまり長時間やっちゃうと、あのコーティングもね、傷んじゃうんで、ささっとやるのがコツですね。で、まあ、バフの時間を短くしたいっていうのが、下処理をしています。同様です。今機械でそういった鏡面仕上げの工程が機械の方でできるんだけど、まあそれだとね、完璧にはできないんで、一応それをやった後にも同様の作業をしています。こちらのどちらのナチュラルの仕上げも、こういったポリッシュ、鏡面仕上げも料金は変わらないので、お申し付けください。うん、なんかいい感じになってきた。よしよし。まあこれ磨くとね、すごく綺麗になるんで、これも楽しいですね。ピカピカにしたい。やっぱ触ってみて、よし。じゃあこれでもうね、バフかけられると思うんで、バフかけに行きたいと思います。ちょっとね、指が削れてるぐらいのところでやんないとレンズ傷めちゃうんで、その辺がコツかな。ちょっとバフにね、指が当たってます。今軽くね、本当に軽く、指が痛くなるようじゃレンズも痛くなっちゃうからね、ダメ。うん、だからちょっと光ってきますよね。いい感じだ。見えるかな。よし、あとテープ取れば大丈夫だと思います。とレンズ磨き上がりました。ピカピカです。触っても大丈夫ね。
で、このクリップは、これオリジナルについてたのはね、もっと外れやすいタイプなんだけど、このお客様のはちょっと外れにくいのに、まあ、変更してあります。そうですね、これもいい感じですよね。こうポリッシュしたこのメガネの感じですね。少しこうちょっと華やかな感じがすると思います。メガネの仕上がりもですね、お客様のお好みに合わせてこう変えることができます。そして、また後でね、こう直したいっていうところもなるべく対応できるようにしてますので、ぜひメガネね、いろんなことをご相談ください。お待ちしております。またよろしくお願いいたします。ではまた。